コレットの病は他では名前すら聞かぬな。そうね、ミトスの文献に少し出ているだけですもの。世界再生を行った歴代の巫女で同じ病にかかった者はいないのだろうか。途中で命を落とした巫女の中にはあるいはいたのかもしれないわ。巫女ばかりが辛い思いをする。あの汚れなき少女を救ってやりたいものだ。小さな女の子と話してる。迷子かな。へえ、結構いいとこあるじゃん、あいつ。やあ、二人とも。意外だね、あんたが子供好きとは思わなかった。何を話してたの？決まってんだろ。ほら、俺様ってロマンチッカーだからさ、彼女と15年後の運命的な再会を約束してきたのよ。とことん大バカだよ、あんたは。いきなりご機嫌斜めってどういうこと？さあね、自分の胸に手を当てて考えてみれば。ようやく積年の思いを果たした。リーガルさんはこれからどうするんですか？我が復讐に付き合ってくれたロイドたちのためにも、アリシアのためにも、クルシス打倒に協力する。私の力は微々たるものだが。そうですね、バーリを倒してそれで全てが終わったわけではないですね。むしろ始まりなのかもしれんな。始まり？過去から未来へ目を向けるための始まりだ。
バイ、チャオ。今の派手な子、誰？さあ、ほら、俺様って男のホルモンがプンプンだろ。だからいろんな女の子が寄ってくるのよ。ホルモンね。
教皇は何を企んでいたのだろうな。さあね、自分が国王に代わってこの国を支配したかったんじゃねえの。愚かな。ま、何はともあれ邪魔者が消えて俺様ものんびりできるってこと。ハーフエルフへの差別も少しはマシになるかもしれないぜ。それはどうかな。教皇が失脚したとて人々の考えがそう簡単に変わるとは思えん。だからこの俺様がいるんじゃねえの。ハーフエルフのお友達のこのゼロス様が。この国まだまだ揺れるな。行くよ。
したことなくてね。なんだこれからだったの。連戦とはね。どんなところ？住んでいたのは小さい時だったからよく覚えていないわ。でも美しい森に囲まれていたことだけは覚えているの。早く見てみたいな。あんまり期待しない方がいいと思うけどね。ついにここまで来た、ヘイムダール。私が生まれ育った純粋なエルフのみが暮らす集落。先生、何怖い顔してんだよ。いいえ、何でもなくてよ。さあ、行きましょう。ん？ああ。大したことなくてね。No!
りすぎたかしら。これなら楽勝だな。
Thank you.
したことなくてね。まだまだいけるぜ。
Thank you.
何ロイド、またソーサラーリングで遊んでるの？ん？遊んでるわけじゃねえよ。音を出して動物を操るなんて面白いよな。花が咲いている場所でしかダメみたいだけどね。花が好きなのかもな。うちの親父も花が好きだけどな。それは関係ないと思うけど。そうか？はぁ、あ